やべえよ、みんな聞いてくれ、リスナー。あのさ、マリオカート8実況者フレンド戦3マンセルのさ、2グランプリ目までの合計点数、まさかの俺が率いているチーム HTT 放課後ティータイムと三重士が全く同じ点数なんだけど、この3グランプリ目で本当の優勝チームが決まるっていう、激アツすぎる展開なんですが、マジで負けたくねえ。これは本当にもうトリッピーの活躍で、俺のチームが優勝する未来見えるでしょ、みんな。さすがに見えるでしょ。見せていいでしょ、みんなに。はい、ここ。はい。あ、はい、スタート。よっしゃ、やっていこう。お、あ、待って、マロが、ウマモロくんが、三重士のウマモロくんが止まってる。俺に忖度してくれたわ。俺がウマモロくんに金積んだから。よしよし。行くぞ。なんだ、キノコ。おっと、あ、待って、今のはまずい。ちょっと、勘弁。ほいほい。おい、回転すんな。ちょっとまずいんだが、大丈夫。でも最初は大丈夫。オッケー、行こう。おっと、愛の戦士、その赤コーラ怖すぎる。あー、しかもあいつ後ろ投げやがった。本当に今んとこさ、1グランプリ目と2グランプリ目の点数さ、愛の戦士と全く同じなんだよ。1グランプリ目も同じ点数取って、2グランプリ目も同じ点数取ったから、うわ、危な、義足ニキ。おいおいおい、あいつちょっとヘイト強いんじゃないか。ここショートカー行けよ。これショートカー行けるね。よし、よいしょと。ちょっとヘイト強いっすね。砂ザメさんには当てれないけど危ないよ。ちょっと待って、あー、ごめん砂ザメさん、マジでごめん。今のちょっと待って、動揺してる。待って、 HTT にとって全く不毛。今のは不毛すぎる。アイゴリまたいるわ。とりあえずここショートカー。あー、大丈夫。いや、マジで申し訳ねえな、今のは。よし、頑張るぜ、10位から。陸蔵が前の方走ってくれると信じて、おい、二神インフィニティで、トレードしていこう。アイテム2個。いいぞ。うわ、キラー持ってやがる。危な、あのスターだけに当たりたくない。オッケーオッケー、5位まで来た。5位まで悪くないんじゃないか。あ、これ使うんじゃなかった。うわ、キラーに追いついた。あ、でも、アイテム交換できるけど、アイテム交換できるけど、なんか、スターじゃない、キラ。うわ、待って、うわ、最悪すぎる、うわ、最悪、やばい、うわ、ナイスサンダーだが、ナイスサンダーじゃない、セアさんに勝ちたい、勝てない。うわ、やべえ、これマジで本当にごめんなさい。マジで無能です、トリッピーさん。ごめん、うわ、HTT、あ、ビグゾーが1位、バランサー、ごめん、ビグゾー。信じれるのは、己の実力と、あとは、ビクゾーの実力のみ。多分、ビクゾー今、絶望してるだろうな。1位取った後に、うわー、1位だーって言って、その後に、砂ザメさんと俺が、回11、12フィニッシュしてるのみで、絶望してるだろうな。ちょっとマジで頑張らなきゃいけない。本当に、見捨てられる、あいつに見捨てられる。俺は見捨てられたくない。ちょっと、15時さん、一緒に頑張りましょう。俺と一緒に、アイテムは取れない。いや、大丈夫。砂ザメさんの背中が降りる。ありがとう、砂ザメさん。俺、ちょっと、16時に行っときます。砂ザメさんのちょっと前は16時です。うおっと、これは必要ない。最初はじゃあコインを集めて、コインを間違いなくアイテム2個 OK 取って、コインを集めて後半にかけよう。俺3周目が勝負ってことをいつも忘れてるから。おい、今俺に喧嘩売った、もしかして。このマリオカートで神と呼ばれたトリッピーさんに喧嘩を売りましたか。それがどういうことか分かるかい。誰のおかげでマリオカート8の実況が YouTube でできてると思ってんだ。この俺のおかげだぞ。何様だ俺は。痛い、か、木に、木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 、ちょっと待って、釣り、ミクソさん、こんばんは、トリッピーって言います。よろしくお願いします。ここ負けるね。キノコ4つ。まあいいでしょう。とりあえずショットか。うわー、待って、マジでこれ、うわ、最悪。これ一番最悪。とりあえずコイン、アイテム2個。あー、取れない。あ、ちょっと待って、ちょっと本当にミクモさん、ごめん。さっきからミクモさんに八つ当たりのようにミクモさん攻撃してるけど、ちょっと最後にそれアイテム2個取んなよ。お前アイテム2個だよな。怖えー、アイテム2個取れたな。くそー、待ってくれ。このスターまだ大丈夫。3周目じゃない。まだいける。みんな見捨てないでくれ。俺は行く、俺は走る。アイテム回収、スタート。 OK、 まあ悪くない。ちょっと早めに使っとこう。サンダー読みで早く。
大丈夫だった。見て、アイテム行こう。よし、オッケーオッケーオッケー。なんか来い。もう悪くない悪くない悪くない、悪くなくて悪くなくて。砂サメさん前いる、砂サメ前いるってことは大丈夫。いいよいいよいいよ。砂サメさんも上位いる、砂サメさんも上位いて、誰かサンダー振らせろ。とりあえずここでインを攻めることによって砂サメさんアイテム2個取ってもらう。あー取らなかった。いやキノコ3つかー、キノコ3つかー。しかも前の上回るじゃねえか、上回るじゃないか。砂サメさんじゃねえじゃねえか。ほら抜かしたい。よしオッケー抜かした、オッケー。いや6位は前でしょ、6位は上位でしょ。9点。うわー大丈夫か。いやー、さあということで3レース目いきます。パックンスライダー5点が3人いるな。アイゴリ結構点数取ってんだけど、今回やべえ、アイゴリ15点なんだけど、アイスにだけは絶対に負けれねえのに。やべえやべえ、差つけられてる。ちょっとアイゴリに勝たなきゃ。目標変更、チームの優勝じゃない、アイゴリに勝つこと。合計点数で負けれねえ。お、なんか一人落ちましたね。行こう、落ち着いていこう、落ち着いていけば大丈夫。ビッグゾー頑張ってくれ、ビッグゾーここを封筒してくれ。俺は行く、俺は絶対に行く、ついていく。よし、アイテムは取れない、コイン2枚なんだよな。はい、アイテム回収、コイン1枚回収、コイン2枚回収。ちょっと待って、キノ使うよ、キノコ使うよ。ここは大丈夫、初等科のキノコは絶対7位だったら出るはず、7位だったら出る。これはインでいいね、これはイン走りましょう。はい、あー待って、ビッグゾー落ちてる、マジか。これは俺が前に出ろという暗示か。なるほど、H、あーバナナ、おっと、あー待って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 、使っちゃったよキノコは。テレサのタイミング悪すぎ。そんな、待って、怖い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 、あぶねー。スタートがありそうだった。今11位ね、11位ね、わかりましたわかりました。とりあえずアイテムアイテムアイテム、アイテム取れない、アイテム欲しい。やって、ビッグゾーいる、ここにやばい、これ HTT まずい、本当にまずい。とりあえずアイテムが欲しい、とりあえずアイテムが欲しい。いってー、うおーおー、まさかの、ちょっと待って、回避したのに、まさかの回避したのに。やべ、アイゴリがいる、ビリだ。やべ、ちょっとみんな見ないでくれ、今日の俺は何かの間違いなんだ。ちょっと平成最後なのに、平成最後なのに、こんな不甲斐ない走りで俺の平成終わっていいのか。お、待って、神すぎる、これ神すぎる。やっぱ前に出ろってことだよな、そういうことだよな平成。俺が間違ってなかった、俺はここで行く、俺はここで行く。とりあえず前に出る、とりあえず前に出る。アイテム欲しいが、待って、ビッグゾーナイス。え、待って、これビッグゾー、このキラービッグゾー。お、アイテム取ったよ、アイテム2個取った。あー、アイテム1個か。あ、ビッグゾーだ、ビッグゾーだ。悪くない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 、行く行く行く。こんな、あ、しかも砂サメさんもいる、ビッグゾーさ、待って待って、789ってことか。やべえな、俺が前出なきゃ、俺前出る前出る前出る。6位、あ、え、待って、悪くない悪くない悪くなくなくない悪くない悪くない。お、ビッグゾーに任せた、ここ絶対攻撃じゃないやつ、攻撃じゃないやつ、攻撃じゃないやつ。うわ、最悪すぎ。ちょっと待って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 、ちょっと投げろ投げろ投げろ、前だ、譲ったのこれ。うわー、きっつ、ちょっとこれきついべ。ビッグゾーどうなった。うわ、ごめん、いや、あれひどいな。ビッグゾー赤で俺赤さんって。あ、でもアイゴリに追いつきそう、アイゴリに追いつきそうだぞ。最終レース、なんかあれだな、本当にこれで、レースについては終わるんですけれども、まあ長かったね。平成最後のマリオカート8デラックス終わるんですけど、最後まあレインボーロードを走るって感じで、なんか実況者らしいコース、ステージ選択ですね。ということで、やっていきましょう。いや、本当に皆さん、平成はお世話になりました。いろいろね。まあ、僕ゲーム実況者は実はね、平成からやり始めたんですよ。当たり前かって。ゲーム実況って文化が平成からだわ。俺何言い始めてるんだ。まるで昭和初の実況者がいるかのような言いぶりだったけど、まあでもね、本当にね、いろんな経験をねさせてもらえる、いい平成でございました、いい時代でございました、僕にとっては。そして令和もね、より一層楽しい活動ができるように精進してまいりますので、何卒よろしくお願いします。さあ、ぶつけていく、よし、 OK、 相手の選手にぶつけて2位、おお、一瞬の一瞬、上位に行くのは一瞬でいいです、大丈夫です。僕のペースでのんびりと点数は稼ぎます、だからよろしくお願いします。さあ、川沿いに木の後ろをしっかりと2人つけていく、キノコ、オッケー、ナイスナイス、青コーラちょっと避けよう、オッケー、いいね、避けれたよ、しっかりと避けれたよ。三雲さんが当たっていく、その緑コーラ怖いけど、おー、危ない危ない、ここら辺な、マジでね、
スピンで落ちるんだよな、ほらな、言っただろ、スピンで落ちんだよここ。え、ちょっと待って、マジでそれだ、それはマジで、それはマジでちょっとドン引きだよこれ。3グランプリ目ちょっと運もなくない？いや実力がないのは分かってるよ。いや実力あるんだけど運もなくないか。いやこれ大丈夫、ここいいアイテム出る、よし、オッケー、やっぱり木だった。これは初等化で使いましょう。とりあえず差を詰めよう、差を詰めよう。でスターでしょ、まあ悪くないよ、ほい、オッケー。で次のアイテムの時に交換できるはず、1人ぐらい抜けるかな。オッケー、30紙抜いて、でここら辺でもう一個のアイテム、なんだお願いだ、ちょっとスターここ怖えな、うわー怖え。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、うわーもうマジ勘弁してくれ、マジ勘弁してくれ。11位、1位にトゲコーラ来てる、あれビクソじゃないよな、死んだろ。オッケーオッケーオッケー、負けない負けない負けない、アイテム2個、よしオッケー、スターオッケー、キラキラ、待って、どこで使う、これどこで使う、待って、え、サンダーサンダー違うか、どこで使うか、危な危ない危ない危ない、ここで使う、どうだどうだ、そんなに戻るか、いやしかしニコマさんだけは抜く、ニコマさんだけは抜く、抜いた、あと1人くらい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 、抜けないっす、あでも砂爪さんだ、大丈夫だ、オッケー。ということで、うわどうだこれ、ごめん、うわー 1D で勝てないか、うわーあたすごい1位だ、あービッグスは落ちてる、くそ、うわ愛の選手と同じだすげえすげえ、うわどうだこれ、デデデ 30CHTT30C 世界世界デデデ 30C、 うわダメだこれ、ボロ負けだ、あー悔しい悔しいが、まさかの1グランプリ目、2グランプリ目、3グランプリ目、全部綾乃選手と同じ点数でした。僕の、平成最後のマリオカート8実況者スリーマンセルは愛の選手と同じという結果を得て終了いたします。ここまで見てくれてありがとうございました。レイオンもよろしくお願いします。じゃあな、お疲れ。